15時チャオパルコ、今夜のお客様は、ビクターでジャズのレコードをプロデュースされている下田哲也さんでした。そして、新着映画試写会の、映画リポーターの柴田京子さんからフランス映画のエスピオナージ、それからアメリカ映画の追憶を紹介してもらいました。そして、桜井陽子のレコード棚からはビートルズと、こういうわけだったんです。さあ、それじゃあまた来週のこの時間にお目にかかる時まで、どうかあなたの毎日がいっぱいいっぱい幸せなものでありますように。そして今夜もどうかいい夢をご覧になってください。私もそのつもりです。そのためにもちょっとやっぱり軽くナイトキャップを、今夜はそうですね、ブランデーを一杯だけ飲むことにします。それじゃあおやすみなさい。お聞きの放送は FM 東京です。コンポーネトリオハイアタックシリーズ3時です。ステレオトリオ、JOAUFM、 FM 東京です。お聞きいただきました FM 東京は、周波数 80MHz、出力 10kW でお送りしました。JOAUFM、JOAUFM。
郵便番号112東京小石川局区内天風ビルキングレコード A&M の係までカーペンターズのお好きなレコード1枚を書いてお送りください。マイクロ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 。皆さんは優れた楽器には昔から手作りのものが多いことをご存知ですね。いや、手作りだからこそ優れているとも言えるのではないでしょうか。ところでマイクロのレコードプレーヤーは手作りを重んずる職人かたぎで貫かれていますから、今時珍しく手のかかったものだと言われます。仕上がりの際立ったソリッド5、DD10 などぜひお近くのオーディオ専門店でご覧ください。マイプレイヤーマイクロ。レコードプレイヤーのマイクロとフレッシュサウンドの A&M がお送りした A&M ミュージックスペシャルインマイクロ、カーペンターズシング、リーズントゥービリーブ、スーパースター、3日間にわたってカーペンターズのヒットナンバーでお楽しみいただきました。お相手はヤギモースでした。それじゃあまた来週。の鈴木英子さんからのおはがきなんですけれども、一人生活を始めて2ヶ月、素敵なコンサートを独り占めにしたように音楽を聴ける自由な時間、砂漠の中に一人ポツンと取り残されたような寂しさ、お財布がだんだん軽くなっていくお給料前のわびしさ、箱売り娘のとも子さんにはわかるかな、わかんねえだろうなってでも素敵なコンサートを独り占めできるような一人生活っていうのはとっても素敵ね。私もしたことはあるんですけれども、でも脱いでいった洋服がそのまま帰ってきてもまたそこに同じように置いてあるっていうのはちょっと寂しかったですけれども、英子さん、人並み外れて寂しくなっちゃわないように気をつけてね。ステレオ火曜バラエティ火曜日担当は松島智子です。3時の時報の後はホットコーナー。窓を閉めて聞けシステムコンポ。パイオニアの新しいシステムコンポ、プロジェクト700、プロジェクト8、磨き抜かれた新しいコンポを搭載して今新登場。パワーアップした 45W プラス 45W のアップ、チューナーは PLLIC を採用した音質重視の設計、使いやすいフルオートプレイヤー、迫力あるスピーカーシステム、さらにプロジェクト8にはマイクミキシング回路を組み込みました。
精悍なパールトーンに包まれたプロジェクト700、落ち着いたマホガニー調のプロジェクト8、どちらも縦型横型の両タイプ、お部屋に合わせてお選びいただけます。音質、性能、操作性、デザイン、そのすべてに完成度を求めたパイオニアの結論、システムコンポーネント、プロジェクト700、プロジェクト8。じっくりお聞きください。いい音求めるパイオニアの新しい音です。FM 東京です。ロディ HA630 4電源ダイナハーモニー方式、ロディ HA630 320W のダイナミックパワー、ステレオプリメインアンプ、ロディ HA630 69,800円。ロディ、自分だけのサウンドを持つには多くのサウンドを君の耳で確かめること。あらゆる機種を取り揃えた広瀬無線のオーディオフロアを自由に利用してください。そして君だけのサウンドを見つけよう、秋葉原広瀬無線。いいレコードはいい音で聞きたい。いい音で聞くと心まで聞こえる。心を聞くカートリッジ、ビクター Z1。 こんばんは、本田敏夫です。ただ一人のアーティストを120分にわたってフォローするグランドトライアル、ソニービッグスペシャル。そして今夜から始まる6月と7月の土曜日は、連続9週間にわたって20世紀ポップス界最大のセンセーション、ザ・ビートルズの全てを展開したいと思います。ビートルズがそのデビュー以来フォーマルな形で発表した計233曲に上る全レパートリー。 Love Me Do、 P.S. I Love You、 Please Please Me、 Ask Me Why。 ポリドールレコードを使ってお送りしたワールドヒット76、今日はブラックマーズレインボーのレインボーライジング、虹をかける橋でした。来週の月曜日あたり、僕の大好きなケイトブラザーズのユニオンマン、これをご紹介しましょうね。ディスジョッキーは田中まさみでした。ではまた。FM 東京です。マランツサウンド。デューク・エリントン曰く、音楽にクラシックもポピュラーも区別はない。あるのはいい音楽と悪い音楽だけだ。マランツなら音楽の。All listeners day, this is the super telephone request 24 hours on FM Tokyo. FM 東京 All listeners day スーパー電力24。今、ナショナルのカセットカーステレオをお求めの方に、特製カセットケースをプレゼント。テープの整理はこれに任せっと。テープの出し入れワンタッチ。こいつは便利だ。任せっと。ナショナルカーステレオ。詳しくはお近くのナショナルオートショップで。次はキッスのリクエストが来てるんですけれども、はい、福田さんいかがですか、そのキッス聞きたいですね、いろんな。8月の20日にね、はい、ロサンゼルスの、まあ、一部になるんですけど、はい、アナハイムっていうところにですね、ロサンゼルスエンジェルスっていうね、プロの、うん、ベースボールチームのね、はい、フランチャイズの球場があるわけですね、アナハイムスタジアムってのは、うん、そこでやったわけです、野外で。うん、で、大体その、詰めますと5万5、6千人入るんですよ、そこはね。で、そこでですね、10ドル、入場料がね。で、キッスが看板で、前座と言いますかね、日本で言うとね、スペシャルゲストがいろいろありますけど、それがですね、テッド・ヌージェント。日本ではテッド・ナジェントって書いてるな。テッド・ヌージェント。それから、ボブ・シガーとね、シルバー・ブレッドっていうグループね。それに、
エド&フロー。それにもう一つは確かね、モントローズだと思ったのがなんか出ました。もうその頃は僕は行きませんからね、終わりだけ見に行ったんですけどね。4万ね、7千人入りました。それじゃあそのキスのリクエストをお答えいたしましょう。はい、ロックンロールオールナイトですけれども、杉並区高円寺の勝博さんですね。それから水谷守さん、世田谷区桜上水にお住まい14歳の学生さん、それから神奈川県平塚市にお住まいの八田明さん、千葉柏の新井真由美さん、長島博康さん、八王子の方です。大田区ですね、布施涼子さん、それから東京目黒区の石田千鶴さん、他のリクエストでキスロックンロールオールナイト。ビートルズのライブいかがでしたか？ビートルズが途中ちょっと間違ったなんかしたのお気づきになりましたかね。大変面白かったですね。君も久しぶりに興奮したみたいだけれども、この興奮が懐かしいになるか、あるいはキャーってことになるか、あるいはへーってことになるか、その辺で年が分かるんだそうですね。あと10年も経つと僕の声を聞いてやっぱり同じことが言える、そうなるといいなと僕は思ってるんだけど、どんなもんですかね。賛成の人は全くいないみたいですな。あなただけは分かってくれる CM さんよ、ご苦労さん。ジョトモ9月号はズートルビが編集した噂の新聞、西城秀樹、ジャニーズジュニアスペシャルらの青春爆発グラフなど楽しいページがいっぱいです。総合特集は両親とあなたはどこまで理解できるか、中学高校生の家庭の悩みを取り上げました。それからジョトモだけの素晴らしい三大付録、大好評の別冊プチプチ、今回は